どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。さあ、久々の動画ですね。菊之助くんのね、動画撮影ちょっとね、なかなかできない状態だったんですけれども、まあ、なんでかっていうね、理由もちょっとお話ししようと思います。もうね、だいぶ治ったんですけど、この鼻の下のあたりですね、ここにね、ちょっと傷ができてました。本当にね、よく見ないとわからないぐらいの傷なんですけど、で、なんでその傷ができたかっていうとですね、ちょっとだけ高いところにね、目を離してる隙に登ってしまって、そこからね、足を滑らせて落ちてしまったんですよね。で、それが原因でちょっとね、机ね、ちょっと小さいちゃぶ台みたいな机があるんですけど、そこにね、お鼻の下をぶつけてしまって、で、それがきっかけでですね、飼い主の僕がね、叩いた、何かね、暴力を振るったって勘違いしたのかわからないんですけど、それでね、ちょっとね、なかなか今まで通り、ね、甘えてくれなくなってたんですよね。で、今はね、もうだいぶ、こういう形でね、撫でさせてくれるし、ね、帰った時のお出迎えもね、しっかりしてくれるようになったんですけれども、なんでね、まあ、モルモット飼育される方はですね、まあこれから飼育しようかなっていう方、なるべくね、サークルでしっかりと仕切って、ね、うっかりミス。ね、一回うっかりミスするとね、なかなか信頼が戻らないと思います。ね、現に僕自身もね、今回一週間以上、ね、餌をね、あげても目の前で食べてくれなかったり、そういう状態になってしまったので、ぜひともね、気をつけてあげたら、ね、ずっとね、怪我もなく信頼関係を築いたままで、ね、ずっと一緒に暮らせると思います。で、ちょっとだけですね、食べる量も減ってしまったので、また明日定期的な体重報告のね、動画も出したいと思いますので、あとね、まだの方はね、ぜひともチャンネル登録して、また前回までのね、体重測定の結果も再生リストで載せてますので、ぜひともそちらをね、参考にして、今後の成長のね、スピード、どこまで大きくなるか見守っていただけたらと思います。で、やっぱりね、仲直りはできたんで、そこはね、良かったんですけど、やっぱりね、歯が折れるのがね、一番怖いですよね。歯が折れて、それが原因でね、不正攻防になって、で、満足に食べれない状態になってしまうとね、もう元も子もないので、不幸中の幸いだったなと思います。それではまた、今後もね、菊之助くんと一緒に動画を上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。またお会いしましょう。さよなら。